マリアノ・バルボサは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。イタリアのパスポートも所持している。2005年夏、ホセ・マヌエル・レーナが移籍して、GK が足りなくなっていた、ビジャレ・アル CF に、移籍金200万ユーロで移籍した。2年間は、セバスティアン・ビエラとの併用が続いたが、時折見せる、イージーミスが、あだとなり、レギュラーダッシュに至らなかった。 2007年夏、レクレアティーボ・エルバにレンタル移籍するも、ステファノ・ソレンティーノの壁は厚く、一試合も出場できなかった。2008年に母国のエステュディギアンテス・デラ・プラタに移籍し、2009年には CA リーベルプレートにレンタル移籍した。リーベルプレートではポジションをつかみかけたものの、2009年7月7日に CF アトラスに移籍した。2010年に UD ラスパルマスに移籍し、CGK として4シーズンで162試合に出場した。2014から15シーズンは、セビージャ FC に移籍するも、セルフヒオリコやベッドの控えに甘んじた。2015年7月9日に、ビジャレアル c f に復帰した。アルゼンチン U-20 代表として、2003年の FIFAU-20 ワールドカップに出場した。 ありがとうございます。